皆様ごきげんよう、案内人のワンダーです。今回はジョセフさんが4月25日に配信した火曜日恒例の予言の3回目をご紹介します。今回もカットが必要でしたので、ノーカット版はメディアブルで公開します。2023年4月25日の予言。スピリットによれば、私たちはすぐにでも闇側の邪悪な目論みを見ることになります。例えば信用スコア制度を推し進めたり、一般人の移動を制限したりなど、人々を15分都市に押し込めて何もできない状態にし、そして奴隷にするつもりなのです。もちろん闇側は人間もいりませんので、9割もの人々を削減しようとしてきます。スピリットによればチャールズ国王は深いぬかるみにはまるそうです。彼の王位は続くでしょうが、2027年より前に終わりを迎えるでしょう。短い王位でありまた2027年は彼にとって数秘術でいう9の年にあたり、一つの周期の終わりや死を意味する年なのです。いつか国王は人々をある種の戦争に駆り出すでしょうが、人々は抵抗します。その戦争は現在ヨーロッパで起きている戦争と関連します。未だに続く戦争は年末に向けて大きくエスカレートするかもしれず、また5月6日に市民団体や抗議運動により戴冠式が中止に追い込まれても不思議ではありません。守衛が彼を急いでどこかに連れて行くビジョンが見えます。これはトランプ氏が大統領だった時に見えたビジョンと似ていますが、何かしらの脅威が彼に迫っているのでしょう。脅威といえば送電網などのインフラへの攻撃が挙げられます。スピリットは以前から長期にわたる停電に備えるよう警告しています。この時期は自分で発電機などを準備するには最適な時期で、もしその時が来たらガソリンも手に入らなくなるでしょう。ここアリゾナは太陽光発電にとても向いている土地で、私は電灯と冷蔵庫の電気を賄うために2つの発電機を持っています。ですのでたとえ停電になってもネットを使うことができます。皆様も同じように準備することをお勧めします。これから単なる停電だけでなく、送電網に対する物理的な破壊活動も展開されるでしょう。特に気象に連動して発生し、今年の夏は世界的にいくつかの熱波により停電が起こるでしょう。カリフォルニア、ネバダ、ニューヨークそしてイギリスの一部でそのような事態が発生し、中東やオーストラリアの一部でも嵐などの原因で何日もの間停電が続くでしょう。特に西海岸が大規模な嵐に見舞われます。プエルトリコの友人の方々も注意が必要で、その国のインフラはすでに脆弱な状態にあります。またそれ以外のカリブ地域の国々も似たような状況です。スピリットは前々からこの地域に気候現象に警戒するよう注意を促しています。これから気象に関する予言を配信しますが、毎年恒例のハリケーンに関する予言やどの名前のハリケーンに注意すべきかについても触れようと思います。数秘術や名前の予言も含めて有益な情報をお届けします。プエルトリコやキューバを含むカリブ地域のお話に戻りますが、キューバのインフラが攻撃されるのが見え、ただでさえ弱っているインフラに攻撃がなされるのです。これからとても強い嵐の来る夏と秋の季節が来ますが、ワシントン DC とフィラデルフィアが頭に浮かびました。そこでは発電所に物理的な攻撃が加えられ、サイバー攻撃もあるでしょう。実際多くの発電所がサイバー攻撃にさらされていますが、その多くはセキュリティ対策により失敗しています。ですが発電所に対する攻撃は絶えず行われており、ヨーロッパにおいてもロシアで停電があるでしょう。将来起こる送電網への攻撃ではブルガリアとドイツがとても強く頭に浮かび、日本と中国もインフラと送電網で大規模なトラブルが起こるのが見えます。カリフォルニアも警戒が必要で特にロサンゼルスとハリウッドが頭に浮かびました。
以前ハリウッドの看板が落ちるビジョンについて予言したことを覚えている方もいると思いますが、そのビジョンが再び見えてきました。悪人たちによりカルマに関わる攻撃が行われます。悪人がカルマに関わる攻撃をするなんておかしなお話ですが、なぜなら彼ら自身が生産すべきカルマでいっぱいなのですから。それが何を意味するかについては考察が必要ですが、多分地震か何かにより発電施設やインフラが破壊されるのだと思います。特にカリフォルニアでインフラや送電網に対する警戒が必要となります。またこの地域は2025年までに大地震に襲われる可能性があります。前々から社長など有力な地位にある人々がその地位を失うと予言してきました。これまでも多くの辞任劇や死亡する例も見てきました。スピリットによれば再び有力者が力を失う波が来ているとのことで、バイデンの内政担当だったスーザン・ライスが辞任し、彼女の背後にいたオバマに何かがあったのかもしれません。まさに彗星逆行のタイミングに合わせてこのような事態が起きています。彼女はオバマ政権では安全保障に関するアドバイザーや国連大使も務めましたが、一体これは何を意味するのでしょうか。スピリットはこれから数ヶ月の間彼女に関するニュースが出てくると言っており、彼女に関する本がこれから出版され、そこで何かしらの真実が明かされるでしょう。彼女は来年から終わりを迎えることになり、フェイクメディアが大騒ぎするでしょう。ウーピー・ゴールドバーグについて、以前は好感を持てましたが最近はそうでもありません。特に彼女を直接見てからその思いが強くなりました。スピリットによれば彼女は大々的にカルマの清算を迫られることになります。それがどういう意味なのかまだ定かではありませんが、彼女に残された時間は限られているということでしょう。大衆の声がシュトで起きている真実を暴き出します。ある人がそれらの事実を表に出してきます。それはタッカー・カールソンがフォックスニュースから降板させられたこととも関係するでしょう。彼にとってはこれからいいことがありますし、もっと多く彼について語ることができます。彼は視聴者に別れを告げることもできずにフォックスを去りましたが、その事態がまさに彗星逆行の時に誤情報とともに発生したのです。フォックスも CNN もニューズコーポレーションの傘下にありますが、このような形でフェイクメディアが崩壊していくのです。これからメディアの再編が起きますが、フォックスニュースも近々売りに出されるでしょう。どうして一番視聴率が取れていた番組を突然打ち切りにしたのでしょうか。実はこれは計画されていたことなのですが、ここではあまり深くは申し上げません。タッカーにはすでに計画があり、彼が解雇されたからといって別に同情する必要もありません。彼は多額の報酬を得ており、また富裕層の出身でもあります。皆様はご存知ないかもしれませんが、彼は新しい家を今住んでいる家の隣に建てたばかりです。どうして今住んでいる家の隣に新たな家を買ったのでしょうか。それはきっと自分のスタジオを家の隣に建てたのです。彼はそこから自身のポッドキャストや YouTube のチャンネルを配信するのでしょう。そしてジョー・ローガンのように自分自身のプラットフォームを立ち上げるでしょう。彼の配信は高額の視聴料を取ることができ、その資金の壁で守られることとなります。いかがでしょうか。タッカー・カールソンの存在については以前から不思議に思っていました。なぜメインメディアであのような放送ができるのか、右翼も左翼も同じ鳥の背中から生えているということなのでしょうか。こちらで配信できないお話や、審査に落ちて配信できなかった動画などはメディアブルで配信中です。概要欄にリンクがありますので、ぜひ一度訪れてみてください。今回の動画、気に入っていただけたらチャンネル登録、グッドボタン、コメントいただけたら励みになります。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。